という感じで、とにかく配線が簡単、シンプルということです。で、もちろん、これは、トラクター S4 とか S2 とかでも言われてますけど、トラクターのを作ったネイティブインストゥルメントのミキサーなので完全に、親和性が高いです。ただ挿すだけで、トラクターがもう Z2 を認識してくれます。やれ TSI がどうのこうのとか、やれマッピングがどうのこうのだとか、そういうこともほとんどないわけです。もちろんカスタマイズしたい人はまああれですけど、とにかく、簡単だということです。で、具体的にトラクタースクラッチを動かしてみたいなと思うんですけど、まずこれですね、必要なもの、コントロールバイナル、これは最初からついてきます。ただこの色のやつは別売りになってます。オタレコではめでたいので、常にオタレコはめでたいので紅白にしてみました。はい、というこれ結構好評なんですけど、若干数名に、今日若干2名ぐらい結構好評なんですけど、はい、まあちょっとやってみましょう。で、レコードとコントロールバイナルの切り替え、これがどうやってやるのっていうところで、これも結構めんどくさいかなと思いきや、なんとこのボタンだけで大丈夫。このボタン、オフの時はレコードです、オンの時は、コントロールトラクターという感じですね。これ何かなと思ったらトラクターのマークなんですね、はい、今頃あえてボケてみたら、いや、という感じですね、はい。実際やってみましょうか。今オフにしてますね。そうすると、はい、タイムコードがまあそうやって遊ぶ人もいますけど、タイムコードがちゃんと流れます。で、画面の方も、ザ・ミクサーチャンネル、ウンタラスルーモードというふうに、書いてあるわけですね、はい。で、じゃあコントロールバイナルでやりたいというときはどうすればいいか、このトラクターマークを押してください。はい、そうすると皆さんこれ見てください。はい、ちゃんと、波形が流れて、この DVS 独特のこのホニャホニャですね、はい、ホニャホニャもちゃんと出てますという感じになります。はい、でももちろん音は出ます。という感じですね、はい。実際イナはさっきいっぱい触ってもらってましたけど、スクラッチの感覚とかはどうですかね。普通のトラクタースクラッチとか比べても全然問題ない。そうですね、うん、いい感じですね。いい感じ、はい。音質もすごくいいですし、今結構さっきめちゃくちゃ大きな音で出してたんですけど、まあ音質も、まあ、ドカンと、うん、閉まるとこは閉まってみたいな感じで、とってもいいなという感じですね、はい。じゃあ具体的な、こちらの説明に入っていきたいと思います。説明してみます。はい、はい、じゃあお願いします。かわいい。まあ普通のミキサーとほぼ変わらないんですけど、何がやっぱ強いかって言ったら、もうこのホット Q、まあ普段は X1 だったりとか手で、まあ、Q ポイントを指定するっていう、まあここのこういう飛んでくっていうモードと、ここの B と D で切り替えれると思うんですけど、 D に切り替えるとサンプルデッキがとかリミックスデッキを操ることができるので、ファイヤー普段上かコムセレクターコムセレクターコムセレクター、ここができるっていうという風にできる、はい、なるほど。これはかなりいいですね、うん、はい。あとS4 とか S2 にはついてたんですけど、フィルターが常備されてるっていうのが、うん、ちょっと今曲があれなんで、ここにフィルターが装備されてるっていうのは今の DJ は結構いいと思うんですよね、うん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 。こっちでやりますか。こ
まあ、これでミックスしてます。結構でかいですね。うん、今こういうミキサーでフィルターがついてるのって、はいはい、もうないですよね今。意外にないね。DV、うん、まあこういうコントローラー内蔵でしかもフィルターがついてるってそこまでないですよね、うん、昔のまあベスタとかはありましたけど、これって結構みんな求めてたものだと思うんで、まあローで切らずにフィルターでミックスするみたいな、うん、これが今主流になってるんで、まあ、コントローラー界では、うん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 、これが結構でかいなっていう。もう EQ なくてもいいやぐらいのとこまで行ってる人もいますから、ね、いやもうみんな結構コントローラーこれで、うん、これだけでやってるっていう。確かに確かに、うん。